こんにちは。生態にごにごさんのです。ネドです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛み学長でお悩みのあたり改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで、大晦日がやっておりました。こんな大晦日にこの動画を見てるあなたは、もう素晴らしいです。素晴らしいです。見ていただいて、私もとても嬉しいです。ありがとうございます。ということで今日はですね、前回からの、昨日からの続きということで、草むしりした後に膝が痛くなる。そんな原因とですね、エクササイズということでお届けしたんですけども、今日はですね、そのエクササイズ編ということでお届けしたいと思いますので、原因について知りたい人は、下の動画からちょっとチェックしてみてください。ということで今日はエクササイズをお届けしたいと思います。ちょっと準備しますね。準備完了しました。で、今回はですね、ちょっと小道具を使います。じゃじゃーん。消しゴムです。消しゴムです。で、これはですね、モノの消しゴムですね。モノってわかりますかね ?MONO のモノでございます。で、そのちょっとカバーを、取ったものになります。100円だったと思います。100円の消しゴムですね。小さいのだともうちょっと、80円とか60円なんですかね。ちょっとわかんないですけど、あると思うんですけど、これ100円の、ぴったし100円の、消しゴムでございますので、これはちょっとまず2個準備します。で、これを準備してですね、この椅子に座ります。椅子に座るときにですね、この消しゴムを2個、床に置くんですね。床にちゃんとこんな風に置いてください。こんな風なのをここに置きます。はい、置きました。で、置いたら、この内くるぶしわかりますかね。これです。内くるぶし。内くるぶしの真下。内くるぶしをまず探していただいて、その真下に、さっきの消しゴムを置きます。逆か、消しゴムの上に内くるぶしの真下が来るように足を置きます。ちょっと近すぎました。で、こっちの左足も同じです。まずなければ片方だけでやっていただきたいんですけども、こんな感じで両方とも内くるぶしの真下に消しゴムが来るように、こんな感じで座ります。OK でしょうか。これがずれないようにしてくださいね。ちゃんと真下に来るようにしてください。これ結構重要です。で、もう一個忘れました。消しゴムは半分出します。こんな感じです。ちょっとわかりますかね。こんな感じで半分出します。半分出します。なぜかって、これここまで来ちゃうと、行き過ぎちゃうんで、内くるぶしの真下にしたいんで、半分ぐらい出す感じです。出す感じです。で、こんな感じで座りますと。で、ここはまあ大体平行になるぐらいでいいです。で、こんな感じで座ります。で、これ何してるかというと、この消しゴムですね。消しゴムの真下に、もうちょい足開いた。この消しゴムがちょうどあるところ、ここに重心が来るときですね。重心が来るときです。ですから、草むしりで膝が痛くなる人は、こうなっちゃうってお話ししましたね。こうなっちゃうってことは、この重心がここに乗ってこないわけですね。ですから、ここに乗ったまま、立ったり、座ったりしてほしいんですね。で、これが膝しゃがんでて草むしりしてて膝が痛くなる人はこうなっちゃうんです。この膝がインして立っちゃう、イン、その時にインして膝が中入って座っちゃうんですね。で、その時にこの内くるぶしの真下に体重が乗らなくなっちゃいます。乗らなくなっちゃいます。真下でなくなってですね、ちょっとこういう向きに体重がかかってしまっているので、ちゃんとこの消しゴムに乗って、
で、ここに脛骨って骨があるんですけど、これが消しゴムの上に乗ってます。こうなるってことは消しゴムからずれちゃってますね。なので、このここちょっと擦っていただいて、こんな感じで擦っていただいて、この脛骨って骨が消しゴムに乗るよ。脛骨って骨が消しゴムに乗るよ。こんな感じですね。ここの内側のここの骨です。ここの骨です。で、この骨が消しゴムに乗りました。ここの内側の骨が消しゴムに乗ったから、こうはならないですね。こう乗ったら乗らなくなってくる。で、これ分かると思う。感覚で分かると思うんですけども、こう乗ったまま立つ。ここの骨が乗ったまま座る。で、それは立ち座る時の、ポイントはこの股関節ね。この股関節からお辞儀をして、横から見ると、こうお辞儀をします。こうはなんないです。こうもなんないです。こうやって足で立つのもないです。お辞儀をして立つんですけども、その時にちゃんとこの消しゴムにちゃんとこの足の内側のこの骨ね、便器の泣きどころのこの骨、骨が乗ったまま立ち座りすると。ちょっと見えなくなっちゃいましたけども、こんな感じで。お辞儀をして、座ると。で、これを繰り返していきますが、消しゴムに乗るためには、足がこう、膝がですね、こう内側に入ると、消しゴムに乗らなくなってくるんで、この消しゴムを置いて、ちょっと立ち座りするっていう。ちょっと練習をしてかれると、だんだんとこのしゃがむときに、同じ感覚で、ちゃんとしゃがめるようになって。そうしてみると、草むしりのときに膝が内側に入らなくなって、膝が痛くならなくなりますので、こういうちょっと、エクササイズをしてみてください。で、一応ですね、お伝えしておくと、さっき言ったこの膝から下っていうのは太い骨と細い骨があって、この太い骨に乗ることが大事なんで、太い骨の真下に消しゴムを置くということであります。ということで、またですね、やってみて、わからないことがあったらまた質問いただければと思います。これちょっとコツがいりますので、最初はその消しゴムを置くだけでもいいですし、慣れてきたらちょっと擦っていって、で、さらに慣れたらちょっと立ち座りするみたいな感じで、3段階ぐらいで、徐々にやってみてください。慌てずやっていただけるといいと思います。ということで、本日も動画をご覧いただき、ありがとうございました。そしたら、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。